さあというわけでね、やってまいりました。こちらおしゃまんべ三八飯店さんの中華丼、こちら名物ということでね、こうまあ思いきし浜ちゃんぽんあんかけ焼きそば書いてありますけれども、丼も要チェックだということで、早速行ってみましょう。さあこちらおしゃまんべから徒歩、30分少々、電車だと5分ぐらい、中野沢駅から、徒歩5分ぐらいのところございます。三八飯店さん、こちら来ました。中華丼大盛り頼んだんですけれども、ご覧いただけますか、このボリューム。ちょっと大きすぎじゃない、これすごいですね。なんでもこちら浜ちゃんぽんね、いろんな海鮮が乗っかったデカ盛りが、名物だということなんですけれども、中華丼もこのボリュームですよ、すごい。そしてこちらスープもついております。早速いただきましょう。いやこれ食べられるかな、これ、数々のね、大食いの名を欲しいままにしてきましたけれども、なかなかね、こう俺でも躊躇するような、こうこのボリューム、これいかがですか、このあんかけのね、あんがすごい、あんがごつすぎてなかなか米が見えてこないっていうね。早速いただきましょうまた空振りしちゃったよん、野菜がシャキシャキで、こう白菜の甘みが出てますね。あ、こりゃいいわ。ちょっとね、この長い間歩いて疲れた体に染みますね。こう優しい塩味っていうんですか、こうあんかけが、あと魚介のうまさがこうギュッと詰まったあんで、こうやってこうスルスルかき込めるっていうのはいいですよね。思ったんですけど、このあの名物あんかけ焼きそばのあんなんじゃないですか、これで、そばの部分が米になったみたいな、だからあんだけスピード速かったんじゃないかなと思うんですけど、まあだとしても麺が米に変わったっていうだけでも、これやっぱ合いますね。いやこのスープも優しい味だな、これご覧ください。ほらホタテも入ってますよ。いやすごいボリュームでしたけども、ラストスパートいただきます。というわけで完食です。おしゃまんべ三八飯店さんの中華丼、ごちそうさまでした。